エルネストルナンはフランス海軍の装甲巡洋艦。本艦はレオンガンベタ級の改良型として設計されたが、速力を強化すべく、全長を約12メートル伸ばされるとともに機関が強化され、ニクローズ式水艦艦を42機を搭載したために、煙突の本数が4本から6本に増加したのが特徴である。艦名は思想家のエルネストルナンにちなむ、 1923年の本艦の武装、装甲配置を示した図。船体形状は前型と同じく高い還元を持つ、朝鮮首労型船体で外洋でのしのげの未成は良好であった。艦首から前向きに19.4センチメートル連装手法と一基を、配置、環境構造は大型化され箱型とし、その上に初期のものより簡素化されたミリタリーマストが立つ。 ミリタリーマストの長部の見張り所は一段のみ取れ、単小灯台が配置された。環境の背後に前日通り6本の煙突が立っているが、ボイラー室を前後に振り分けた間室分離配置を取っているために、煙突は3番煙突と4番煙突の間は広く取られており、真西角形の通風灯とグースネック型クレーン1本が立っている。煙突の周囲は置場となっており、 二番煙突両側に関西低用の洋州クレーン片弦二機計四機が配置されている。六番煙突から後ろは簡便な短脚小、後ろ向きに 19.4cm 連装手砲等一機が乗る。副砲は 16.3cm 副砲12門が単装砲塔に収められ、船体中央部に等間隔で配置され、片弦六機計12機を配置した。 ありがとうございます。